ドミさんこんにちは。2020担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますはレッ歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はいそれではですねまあ今回からですね全9回にわたりまして行政法規の講義を行ってまいりますね結構まあね。 長丁場になりますけど、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。でまず最初にですね、あの使用する教材ですね、ちょっと確認をしておきたいと思います。まず最初にですね、こちらね、2020合格基礎テキスト行政法規ね、これをまずご準備くださいね。で毎回この講義ですけどもね、このテキストに沿ってねお話をしてまいりますので、でただ今回なんですけどね。 もう一冊ですねこちらこれも合格基礎テキスト行政法規なんですけども建築基準法あと土壌染対策法この2つだけ、ね、取り出して作ったこういう教材薄っぺらいですねこれねこの教材も使ってまいります。でどういうことかといいますと、まあ、今回ですけどもこの2つですね今ご覧いただいた建築基準法 ああと土壌対策法について結構改正があったんですよ。でねこの「速習コース」におきましてはね皆さん、ね、受講されてるこのね「速週コース」におきましてはあの担当合格コースと違って改正対策講座っていうのがありませんので、ね、全部この「速週講座」の中で、ね、この改正点についてもご説明していくんですけどもちょっとねちょっとこの「合格基礎テキスト」いろいろねこう書き込むっていう形ではね ちょっと今回改正点が多いんで大変ってことで今回別冊ねこちら本当薄っぺらいですけどねこちら別冊を一応ご準備したということです結構あります特にこっちですね建築基準法についてかなりいろんな改正がありましたねで土壌泉対策もね何点かありましたんでまあどうせってことでね一応2つセットにしてねこういう形であの冊子にしましたんで是非ねこの2つ ね、この建築基準法と土壌線対策法これをねこの講座内でお話しする時にはこちらのねこの薄っぺらい冊子の方を是非ご準備くださいこちらの方は使いませんので建築基準法と土壌線対策法ですねこちらあの改正点が反映されてませんのでね是非建築基準法と土壌線対策法ねこの講座内でお話しする時にはこちらのね薄っぺらい冊子の方 ご準備くださいであと、まあ、ついでにちょっとね改正絡みについてあらかじめ申し上げておきますとねまた詳しくはねそれぞれの法律の中でお話をしてまいりますけども一応4つ、ね、直近の改正ですもちろん直近の改正としては一応4つあったよってちょっと頭の片隅にとどめておいてください。1つが、ね、この建築基準法ですね1つが建築基準法で2つ目がねこの土壌線対策法ですね。 土壌線対策法になりますね。であと。他にもですね。一応2つありまして、ちょっとこれ名前見ていただいた方いいのかな？ちょっと合格基礎テキストですね。こちらね、ちょっと開けてください。ちょっと目次でお話した方が早いかもしれませんね。よいしょ。端がきいいでしょ。この飛ばしてくださいね。で目次ですで、さっき言いましたけど、こちらね。この建築基準法で。 これ改正て書きました正結構ありましたんでねでねあとちょっと裏のページですねこちらの方ご覧くださいでずっといきましてこの10番です10番高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律これバリアフリー新法って呼んでるんですね略してバリアフリー新法って呼んでますけどこれ1箇所ありました1箇所だけです、ねまあ、一応これもまあこれね大した改正じゃありませんけどね1箇所 であとそのすぐ下ですこちらをご覧ください11番不動産の鑑定評価に関する法律ここも、まあごめんなさいこっち1か所じゃないですよこっち3か所ですね失礼しましたバリアフリー新法の方が3か所でこちらの不動産の鑑定評価に関する法律こちらが1か所です一応簡単に書いと書いときましたねバリアフリー新法が3か所まあ出題可能性からいきますとねまたこのバリアフリー新法の時にお話しいたしますけどもまあそんなにね あの重要っていうほどの改正じゃありませんでこちらの11番の不動産の鑑定評価に関する法律に関しましては1個だけ改正点1個だけでこれも出るかなっていうとちょっと微妙な感じの改正点なんで、ね、ですからこの10番と11番この2つの法律についてはそんなに神経質になる必要ありません。ね、でさっきの前のページでご覧いただきましたとにかくこの建築基準法とあとちょっと続けますよ。今度右のページですねめくってていいただいて こちら18番ですねこれさっきね別冊でもちょっと名前ご覧いただいてますけど「土壌線対策法」これいくつかあります改正点がねこんな形でこれも書いて書いておきましょうね一応以上ですね4つ4つね建築基準法であとバリアフリー新法不動産の鑑定評価に関する法律そして土壌線対策法4つねこの中でもさっきね皆さんにご覧いただきました特にこの2つね この別冊にしました。建築基準法。これが一番多いです。改正点。で、土壌染対策法。ね。これもいくつか改正点あります。注意しなきゃいけない点があるんですよ。おそらく出るだろうな。ね。そういう改正点がありましたんで、特にこちらにつきましてはね、別冊にしたということで。で、あとちょっと続けますと、えっ、ー、とね、あと足別ですね。こちら。ね、これ官邸論と同じです。過去問集です。過去問集。足別強制法規、上官と、あと、下官。 一応冊冊結構ありますけどね一応4冊ね一一応応この講義ねお聞きになる時あの足別の方までなかなかね毎回こうねあのお話しするってことはなかなか物理的にはあのできませんけどもできる範囲でね足別についてもねちょこちょこあの皆さんにねご覧いた,だい,あのいただきたいそういう問題もありますんでね一応そういう形で一応まあ付随的に足別をね使う場合もありますけどもとにかく一応できるだけ4冊ですねできるだけ4冊。 一応ねご準備いただければと思いますとにかくベースは合格基礎テキスト、ね、これに沿ってお話をしてまいります。であと今ねちょっと皆さん気になされたかと思いますけどもこの足別なんですけども鑑定論と同じくね上巻下巻なんですけども上巻の方にですねこれ海底板って付けてけありますこれ実はすでに1回ねこの上巻もうでに出したんですけども今回ねこの上巻の中のやっぱり建築基準法です。 建築基準法やっぱり改正点多かったんですよで皆さんにいちいちねあの書き込んでもらって問題文直していただいたりね解説文直していただいたりするのは結構大変だっていうことでこちらの方でね一応改正を反映した形であのお作りしましたそれが今回の改定版ただこれは建築基準法だけです建築基準法だけですのでその点はご承知おきくださいでさっきも言いましたけども他のねあのバリアフリー進歩ねこれはもう改正点がある もう3つぐらいであと不動産の鑑定評価に関する法律に至っては1個だけなんで、ね、これもそれぞれそんな大した改正じゃありませんので、ね、また講義の中でお話しするだけにとどめます、ね。あと土壌泉対策法これ結構いくつかあるんですけどもこちらにつきましては講義の中でねその土壌泉対策法をお話しする中で一応足別の方についてもねこここういうふうに書いといてくださいねとコメントいたしますんでですから全然心配しなくていいです。とにかく建築基準法 こちらにつきましてはね、これ改定版って形でね、これ直してありますんで是非ねこちらの方はねあのしっかりとあここがこういうふうに変わってんだなっていうのはねあの見てっていただきたいんですね。例えば別にどこでもいいんですけどもえっ、ー、とねどうしようかな、えー、117ページちょっと上げてみてくださいこちらね上巻の改訂版、ね、これ建築基準法だけ直してあるんですけど例えば117ページ見ていただきますとこちらね もう解説文ですね解説文についてこんな形でアンダーライン引いてますこれ直してるんですよこれ改正点を反映した形になってますんでねこんな形であの、ね、直してありますんでぜひねあのまたあのじ時間がある時でいいですちょっとパラパラっと見てねこのアンダーライン引いてあるところあこれ改正点なんだな、ね、だからこれ直してあるんだなそんな形で一回パラパラっとねどっかのタイミングでねあの眺めてみてください。ね、で最終的にはね この足別ですねこの足別についてしっかりとねあのこうやっぱやり込むって言いますかねこれをしっかりご自分のねやっぱりこう勉強のなんていうんですかねこの画ですね知識の核にしていってほしいんですねで一応この、まあ、講義のこの後ですねあのまあ流れについて申し上げますとさっきも言いましたけどとにかくね基本的にはこちらのよいしょ合格基礎テキストに沿って講義を行っていきます。 で建築基準法と土壌泉対策法の時はねこちらベース札を使いますんでこれ忘れないようにいいですね。でとにかくねなるはやで一通りこの全9回の行政法規の講義まずお聞きになってみてくださいいいですね中にはねこの講義聞きながら同時に足別ですね足別行政法規に取り組むって方もいらっしゃるんですけどあんまり効率よくないと思いますまずは一通り聞くすると全体像が分かりますからねあとは足別に集中してほしいんですよ これがさっき言いましたようにこれ知識の核になっていきますからぜひここはしっかりと集中して取り組んでいただきたいんですねですからでき,できるだけなる早いですねもうスピードだって意味じゃないんでねなる早いで一応この一通りこの講義全9回を聞いてでその後とにかく足別に集中してください足別行政法規ですね、これ過去問集ですで、この足別なんですけどもねちょっとこれ上巻ちょっとこちらで改めてねお話をしておきたいんですけどもね。 これ例えばね、ちょっと開けてください。えっ、ー、とね、12ページですね。12ページ。長官ね。で、12ページ開けていただきますと、ね、これ左側に、これ各ね、条文ごとに、このね、関連する、これ足です。まあ私、足って呼んでますけども、足ね、これ選択肢の詞ってことで、ね、これ2十 7番の足28番の足というふうにねまあ私はこんな形でいつもお話してるんですけどこの足がねずらずらと上がってますこれ各条文ごとにですねちょっとお聞きしますよこの足を整理してますで、ここに上がってる数値がその出題された年ですね例えば29番の足をご覧いただきたいんですけどももうちょっとお聞きしますかこれ平成14年の第一問の三番目の足っていう意味です 3番目の選択肢ととしして出題されましたよということで,、ね、でそのすぐ下これが3、えー、と30番の足がこれは平成19年の問題です、ね。こういう形で条文ごとに、ね、この行政法規につきましては条文ごとに、ね、この関連する知識を全部まとめてのっけております、ね。でも当然出題された年は違いますでもこうやって条文ごとにねこうやって一括りにして勉強する方が絶対効率がいいんですよ当たり前だけど。ね、もう関連する知識まとめてできますから。 これを年度ごとにバラバラにやるってあまり効率よくないですね。で、この足別行政法規につきましてはご覧のとおり、ね、こういう条文ごとにね、各年度で出定された関連する足をね、こうやって整理して乗っけてますんで。で、あと向かって今度右側ですね、すぐ右側にこの回答とあと解説が上がってます。この29番の足ちょっと見ていただけたんですけど、いいですね。で、もう基本的にね、この足別につきましては、よしょ、ちょっと違いますよ、この重要度。 これ星3段階で表示してあるんですけど星3つが一番重要星2つが次で星1個が一番重要度は低いんですよで星1個は基本的に飛ばしていいですやらなくていい細かいからねその代わり星3つと2つはがっちりやってくださいいいですねこちらね何回もやって先ほど来申し上げてますけどこれが行政法規の知識の核になりますから星3つと2つ よしですね。星1個まではいい。ちょっと細かいから。よしですね。で、これやり方なんですけども、まず当然左側の問題文を見る。例えば29番の足ね、でいくと。問題文を読んで、丸か罰かを考える。ね。ですぐ右側の解説をご覧になってください。29番の足はこれツです。誤りです。いいですね。で、この時に、ぜひ気をつけてほしいのはね、あバツかと。ね。じゃあ次って形で簡単にいかないでほしいんですよ。次の問題に。 ね、その罰であればどこの,その問題文の中のねどの箇所が抜点×点、ね、誤りなのかそれをしっかりと把握してほしいんですよ特にこれを心がけてくださいいいですねでこの×点の場合これね29番これ×点なんだけど左の問題文を見るとねまたこのあとこれすぐやってきますけど「用途地域8種類あるよ」8種類あるよって書いてあるでしょこれ、ね、これ違いますね 13種類こ、ね、ここです、ね、こうやってどの箇所が誤ってるのかそこをしっかりとえぐり出してくださいちょっと言葉きついけどえぐり出すそんなイメージですいいですねくれぐれも、ね、問題読んで解説見てあこれ誤りねじゃあ次の問題って形でスッと行かないでほしいんですよ特に誤りの足誤、ね、りの問題についてはどの箇所が誤りなのか例えば期間の数字が違うのか強化権者の名前が違うのか、ね、そういうところをしっかりとえぐり出す 今の29番でいけばねこれ8種類用途地域8種類だっていうところが誤り、ね、正解が13種類、ね、こういう具合です。いいですね特に誤りなしは気をつけてくださいあとそれに対して正しい足の方ですねこれもちょっともう一回戻りますけど例えばこれもねちょっとこの同じページでいくとよいしょ例えば27番の足ご覧くださいこれ平成13年の問題なんですけど「市街化区域はすでに市街地を形成している区域および おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。これは正しいです。正しで、こういう丸のね、足の場合はね、これしっかりもう一回意味ないようね、自分なりにちょっとね、考えてみてください。ね、市街化区域。あ、ビルをどんどん建てるところだったな。で、一応二つあったな。あ、一応上がってるな。およびっていう接続詞で、すでに市街地を形成している区域。ね、これが一つ目。 あと、及び、ね、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。ね、二つあったな。二つあったな。で、それに対して市街化調整区域。ここは市街化区域の反対で、基本的に建物を建てられなかったな。だから、だから市害化の抑制。ね、制限する。ね、そういう場所だったな。こんな具合です。いいですね。この丸のね、足の場合については、今のね、お話ししたような形で、この問題文の意味内容をもう一回自分なりに考えてみる。イメージでもいいです。イメージでもいい。 この問題文、こういうイメージのことを言ってんのかな。ね。そういう形で、やっぱりね、この丸の足の場合も、解説読んで、はい、次の足っていうふうにね、簡単にいかないでほしいんですよ。ね。丸の場合については、意味内容を考える。それに対して、ツの足については、さっき言ったように、誤りの箇所。ね。これを、えぐり出す。ね。これをぜひ心がけてください。ね。で、これで終わりじゃないんですよ。まだ、あの、いいですね。で、最後、ここが最後、やっぱり重要なポイントなんですよ。で、最後何やるかっていうと、この書く、ね。 足の解説の末尾にテキスト P いくつってのが上がってるでしょこんな感じで。これは、この合格基礎テキストを指してます。で、必ずこの該当箇所を開けて印をつけてほしいんですよ。印をつけてほしいの。いいですね。そうやって、すべての知識をこの合格基礎テキストに集約してってほしいんですよ。ここで,いいですね。で、この知識、 大体ねこれあのこの大,大半はねこの星3つと星2つぐらいのね大半の知識はこの速習講座の中で皆さんにねお示ししますどういうふうにお示しするかこんな感じうわーって言わないでくださいね結構ねこれはこのよいしょ合格基礎テキストもこの後とすごくね中身入ってきますけどもこんな形でこれ14ページです。 14ページ地区計画っていうねこれいわゆる小さな町づくりの制度なんだけどこういう形で皆さんにぜひ覚えていただきたい箇所はね私の場合これピンクのねこのマーカーでお示ししてきますんでねこで必ずこの講座の中で、ね、この講義の中で皆さんもねこの私がお示しした箇所については印をつけていってください印をつけていってください別に私と同じピンクのマーカーで印をつける必要はないです、ね、めんどくさければもうシャーペンのね ももうアンンダーラインででいいですただ絶対にやってほしいのは形に残す絶対にこういう講義はね聞きっぱい読みっぱいって絶対ダメなの。形に残すっていいうううののがこういう試験勉強のセオリーですすからいいですねで特に私も過去問とかねいろいろ分析して大事だよってところはねこういう形で皆さんにねお見せしてきますからちょっと皆さんねお手を煩わせて大変申し訳ないんですけどねあこういうとこ大事なんだな出る可能性が高いんだなそう思って必ずね 印をつけてっていっくださいでそれプラス戻りますよさっきお話をしたこの足別を皆さんで、ね、取り組んでいただいた時に最後にやっぱりこのテキストを開けてね該当箇所に印をつけて,ってほしいんですよ。で大半がねもう既に私がこの「速集講座」の中で「ここ印マークしてくださいね,ね私よくマークしてください」って言い方するんだけどね「印つけてくださいね」って言ったところと重複すると思います。重複すると思う。ただ中にはね この時間とのの関係でねこの講座の中で触れてないけども足別に上がってるそういう知識も当然ありますからそういうのは皆さん適宜ご自分で書き込んでってほしいんですよ。でそうやって最終的には全部の知識をこのテキスト1冊に集約してください。いいですね,ねでそうすればあとは尾身さんが本試験の時は もう本試験会場にこれ1冊だけ、まあ、行政法規はこの合格基礎的質、まあ正確に言うと今回まあ <laughs> もう1冊ありますけどね,ねありますけども基本的には本試験の時にはこの合格基礎だけをこうやって携えて会場に行きゃいいんですよで行く途中電車の中でもパラパラっと見てで全部ね過去問で大事なポイントはもう合格基礎的質内にマークしてあったり書き込んだりしてあったりしてるじゃないですか形に残ってるでしょ、ね、だからもうそれで知識の換気もできるし。 あとこうやって知識を一つのツールに集約していくってやっぱりね試験勉強のセオリーなんですよ常に勉強の時にねあれも見てこれも見てってやっぱ効率は悪いでしょこれ皆さん分かりますよねやっぱり一つに集約していくそうすると皆さんねおそらくこの講座をご覧になられている方の大半の方がやっぱりねお仕事をお持ちだと思います。職者の方がが多いと思うう私それは従々承知ししててますねねだけどこうやって勉強しながら、ね すべての知識をこの一冊のテキストに集約していくね。こういうスタイルでやっていけば、たとえねお仕事等でねなかなか勉強時間を取れなくても、電車の中だとかバスの中だとか、あるいは自宅のトイレの中だとか、とにかくテキスト開けばもう重要な箇所一目瞭然でしょ。あとそれを覚えればいいだけですよ。覚えればいい。だから別に無理に机へ向かわなくても勉強はできるよってことね。こうやって一つのね。 ツールにいろんなね情報を集約していけばね本当にどこでも勉強できるようになりますからこれは次の論文式試験の時にもやっぱり当てまるんですよいいですねとにかく情報は一つのツールね道具、勉強道具に集約するこれが試験勉強のセオリーなんで特に行政法規ねこの後膨大な知識で本当に取り扱いますからもう最初からはっきり言います私正直言います膨大ですねもちろんね あの細かい知識はカットしますけどね本当に出る知識膨大なんで、ね、ですからやっぱりきちんと整理していってください中には足別だけ、ね、もう足別だけしか回さない人もいるんですよで実際それで受かっていく人もいるんだけどもそれはやっぱりちょっとリスキーですやっぱりね足別だけやってると頭の中整理されないんですよやっぱりこのテキストに知識を集約していく方が頭の中整理できます でこれもね慣れてくるとね問題解いていながらねあこの知識確かあの合格基礎テキストのあのページの下あたりに載ってたなとか左側の側中に載ってたなとかね下の脚中に載ってたなとかある程度そのページもねこう何て言うんですかねこう頭に思い浮かぶようになりますからそうしたらもう閉めたもので絶対間違いない。わかるでしょねこれが大事。よしですね。一応こんな形でであと その後の流れですね、まあ、この「即習講座ね」ねお聴きいただいてでその後足別にいいですね足別に取り組んでいただいて今やり方もお教えしましたいいですねであそうあとそれからちょっとこれ足別もちょっと追加で申し上げておきますと一応ねよいしょこちら、まあ、改訂版でもいいんですけども本書の利用法っていうのがこれ上がってますね左側が目次で右の本書の利用法大体今私はお話しした通りなんですけどもちょっとねこれもあえて申し上げておきますとさっきのね 必ず最後にこのテキスト何ページってこう開いて確認してくださいね。ね。あの書いてなければね。あの書き込んでおいてくださいね。って申し上げましたけど、これ場合によってはね、これテキスト載ってない場合があります。その場合テキストなし。で、あと、この該当知識がストレートに載ってない。このテキストにね。そういう場合についてはテキスト B 何ページ参照。これ参照って書いてありますんで。一応このの、ね、表記の仕方も、ね、ちょっと あ,のあらかじめちょっと頭入れといてくださいねストレートに載っていればテキスト P いくつって乗っけてますでな載ってなければ正直にテキストなしっていうふにちゃんとあの載っけてますんででストレートに載ってなくて関連知識載ってる場合にはこの参照って形でちょっとねちょっとぼやかした形で乗っけてありますんでこれもちょっと頭入れといてくださいねであとちょっと戻りますとあとこの即習講座聞いていただいて足別に着手してやってて ね、でその後この即習講座の講座としてしましてはあと担当実践倒例、ね、が続きますで最後は公開模試で締めくくるとそういう流れなんですけど皆さんの中でね皆さんの中で受けるるよとといい方もいらっしゃるかと思います、まあ、大半が通信でねご自宅でやるって方が多いんじゃないかなと思うんですけどもあの特に。 通学ののの場合も日程決ままっっってててすんで、ね、しっかりとあのスケジュール見ながら、ね、ご自分の勉強を進めていってください、ね、この通学は当然日程変えられませんから逆に通信で通信でこの担当実践当練と最後の公開模試を受けるよそういう方にちょっとあえて申し上げておきますとあのそうですねまあちょっと勉強のねこの開始時期ってやっぱ皆さんお一人お一人によって違うんですけどもある程度ねこの当然即習講座を聞きである程度 足別についても回しきれたところで担当実践討論に取り組むようにしてみてください。いいですね。特に通信の方ね、これある程度自分のねあのスケジュールがねあの融通きくはずなんでねあのやっぱりねまだ即習講座聞いてまだ足別ちゃんとやってないんだっていう段階で担当実践討論に取り組んでもねあんまり得るものがないと思います。結局ね行政法規って覚えてるかどうかだけなんですよ。暗記してるかどうかだけ。本当にそうなんですよ。本当にそうなの。 ね、だから頭の中まだね行政法規の知識空っぽなのに担当実践登録受けてもねあんまり意味がありませんから多少その場合は時期を遅らせてもいいです担当実践討論あるいは公開無視ね多少時期遅らせて取り組んでも構いませんからその辺はうまくやってみてください。いいですね。じゃあ随分今までしゃべってきましたけどねちょっと中身入っていきましょうかね。まあ、今回ねちょっと建築基準法のいろんな改正があってちょっとねあの皆さんもね あの勉強量がちょっと増えちゃって大変かと思いますけど、ぜひね。この即死あのしっかりとついてきてください。あの、うちのスタッフの話ではねまあ。実際正確な統計は取ってないみたいですけど、この即死の方が担当合格コースよりもね。なんか合格率いいみたいなこと言ってるんですよ。結構ね。担当合格された方からまあ、体験記とか送っていただくんですけど、最近ね。即死の方が多いらしいんですよ。ですから、まあ正確な統計は取ってないみたいですけど、なんか？ ね、スタッフの話では「いや即習すごいんですよ」だから先生しっかり講義やってください私今日この収録する時も結構プレッシャーかけられて、まあ、ここにこのスタジオに来たんですねだからちょっと結構緊張してるんですけどねまあそういうことで、ね、ぜひこれしっかり信じて、ね、あのこの即習ついてきてください,い,いですね私大事なことはこの全9回の中で余すところなく皆さんにお伝えしますからさっき言ったように必ず形にとどめて,てくださいね絶対聞きいっぱい読みいっぱいダメですからねしっかりとねで必ず書く時間も確保しますから ね、皆さんの方では必ずマークしたり書き込んだりその辺しっかりやっててくださいねじゃあ入っていきましょうでこちらよいしょ合格基礎テキストね改めてご準備くださいでねもうこんな橋書きなんかこんなどうでもいいですで目次これさっきね皆さんにお話をいたしましたね建築基準法かなり改正があったよでその裏ですねあとバリアフリー進歩ねこれ改正点3つあったよ で不動産の鑑定評価に関する法律これも改正点1個あったよ。ね、であと右のページで「土壌泉対策を」をこれねこれもいくつか改正点大事な改正点あったよってお話をいたしました。ね、これ当たり前なんだけどもねあんまり改正点にばっかり目を奪われないでくださいね。ねあの最近ただね一応最近の行政法規の傾向としてね 直近の改正が翌年の本試験によく出る傾向はあるんですよ確かにあるのだから直近の改正はやっぱ注意はしてほしいのでもね、この後ご覧いただきますけど改正点結構あったよとは言ってもねやっぱりこのまあ、これピラミッドとしますよ行政法規の知識のピラミッドからするとやっぱりね一部分なんですよ ね、今回改正されてない部分がもう当然大半なわけだからねあんまり改正点にばっかり目を奪われて大事なところがねおろそかになったんでこれ本末転倒なんで私もその辺は重々ね皆さんにまた結構厳しいことも申し上げてきますけどね皆さんの方におかれましてもその辺しっかりと意識して押さえていってくださいあんまり改正点ばっかりね気にしないいいですねであとちょっと続けますよであとまあ目次まあいいですねこんな感じでねでよいしょ こちらですちょっとご覧ください。いしょ見ますかね、でこちらね「出題法令 A 軍編」っていうページですね。で向かって右側が「出題法令 B 軍編」ここからねまたいろいろお話をしてまいりたいと思います。でこれ一番上の数字これ年度です平成21年から平成30年までねこちら。で丸は出題されたね本試験で出たそういうことなんですよ。そうすると ここの、A、軍編に上がってる法律、ね、ずらずらと特に宅建やった方であればねあの結構なじみの深い、ね、都市計画法だとか建築基準法だとかいろいろ上がってますけどここに上がっている法律これはね英軍編これ一応レックの方であの、ね、あの便宜的にちょっとつけた名前ではあるんですけども毎年出る法律を指してます。これが英軍。今後も英軍英軍って言ってきますけど英軍って聞いたらねあっ毎年出るやつだな、ね、そういうふうにご理解ください。 で、その逆が、右のページ、B 群です。<laughs> 虫食いですね。ね。こちらは、年によって出たり出なかったりする法律なんですよ。いいでしょう。そうすると、ね、もう勘のいい皆さんであればすぐお気づきの通り、どっから勉強しますかってこと。当然、毎年出る A 群が大事です。いいですね。一応、行政法規全体としてはね、全部で37の法律なんですよ。これが一応。 室内ね、対象になってはいるんだけど、ね、こうやって A 軍と B 軍に分かれる当然前としている A 軍の方が重要当たり前でしょ、ね、でさらにはこの数字ちょっとね手書きで恐縮なんですけどちょっとお聞きしますよ。これ分かります何の数字か。室内問題数です問題数都市計画を5問建築基準法5問。 この時計と検機の2つの法律でなんと10問。ってことは担当本試験はね、行政法規も鑑定理論も40問出題されるからたったこの2つの法律で行政法規ね、4分の1占めてるってこと。であれば当然ね、A 軍 B 軍であれば A 軍からやる。さらにはこの A 軍の中でも時計と検機が極めて重要。 もうこれを見て明らかかじゃないですか、ね、しかも本当にね特にこの後入ってきますけど都市計画法で出てくる言葉ですね「市街化区域だとか市街化調整区域だとか」で卓研おやりになった方は分かると思いますけどこれ次の建築基準法だとか他の法律でも顔出しますからその意味で特にこの都市計画法はねこの行政法規の中ではもう最重要って言っても過言じゃないそういう法律。 特にこれ2つでで時計とで10問出ますあと土地法が2問これも宅検でやりますねあと都市再開発法ねこれ駅前の再開発なんかで適用される法律ですけどこれも2問でちょっと飛んでこれさっきねちょっと名前ご覧いただきました不動産の鑑定評価に関する法律ねこれ2問出ます、ね、で皆さんの中で「宅建やった」って方宅建業法を勉強されたでしょうあれの鑑定士版と思ってください鑑定士版ね あの宅建業法って、これ宅建でやるんですね。宅建業者を縛るんですよ。宅建業者を縛って、ね、お客さんを保護する、そういう法律なんですけども。それの鑑定士番がこれです。やっぱり鑑定士が、ね、あるいは鑑定業者が、ね、悪いことしないように、ね、そんなイメージの法律なんですよ。ね、これ二問出ますんで。で、あとちょっと下行きますよ。ずっと降りてって、まあ、この辺途中ね。宅建終わりになった方はね、ね、これ、ね、国土利用計画、あ、地下工事法。国土利用計画法、農地法やったな。 やったなで、ね、そんな法律ですね。で、あと下ご覧ください。この下2つね1番下の不動産登記法と下から2段目の土地収用法。これ三角でね。これ意味は基本的に飛ばしていいです。やらなくていいね。そういう法律で不動産登記法なんですけど、皆さんの中でね。宅建をおやりになった方は取り組んでみても構いません。ただ、宅建よりも範囲が広いです。よりですね。で、難易度も高いです。 ですから、ね、とりあえず宅建やったよって方あるいは他の国家試験でね不動産投票を勉強したよって方はね基本的に取り組んでいただいても構いませんけどただねこれあんまり深入りしない一応既存の、ね、宅建等で勉強した既存の知識で、まあ、解ければそれで OK、ね、そんな形でちょっとやってみてくださいで宅建とかでやってない、ね、不動産投を全然勉強したことないよって人は完全に手をつけないでくださいいいですねで下から2段目土地収容法もそうです これ事前に勉強してきたって人ほとんどいないと思います。これ宅験でも出ませんから、これ範囲が広いです。で、結構内容が複雑でね、あの難易度も結構高いんですよ。ですからこれね、出ても一問ね、これそんなに時間かけるねわけいきませんから、やっぱり費用対効果を考えるとこれ三角、もう飛ばしていいです。今日の件飛ばしていいね。従いましてこの二つにつきましてはこの速習講座の中でも飛ばします。飛ばします。 ただ、さっき言ったようにね、皆さんの中で、宅建等でね、不登校やったことあるよって方はね、その知識だけ、その知識だけは一応大事にして、それで一応ね、あの、この担当本試験臨んでみてください。新たにプラスアルファの勉強はする必要ないよ。ね、またしないでください。時間もったいないですから。結構細かいの平気で聞いてくるんですよ。この行政法規の不登校。いいですね。ですから、この二つは基本的に飛ばす。飛ばす。いいですね。で、今度右のページに行きます。で、こちらが B 群でした。 でねもう本当これ虫食い式ででねこの矢印ですねこれ都市緑地法ですねごめんなさい都市緑地法とあと景観法ねこれ交互に出てるんですよ交互これがこの矢印の意味なんですよで分かります一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方がお休みこれがこの交互にって意味面白いでしょこれこれがこの都市緑地法と景観法の関係なんですよ でちょっとまた下降りてってこちらもそうです道路法と河川法等ねこの河川法等の等っていうのが海岸法とこういう水面埋め立て法を指してますねでこれもやっぱり交互なんですよ面白いでしょこれでその下もそうです自然公園法と自然環境保全法これも交互です一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方がお休みってことで面白いでしょであと一番下この4つこれ一括りにしました 資産の流動化に関する法律、不動産特定共同事業法、投資信託及び投資法人に関する法律、そして金融商品取引法、ね。これ4つ。これ4つを基本的に不動産証券化関連法令って呼んでます。不動産証券化関連法令って呼んでます。これさっきの、こっちでいくとこれかな。これです。目次でいくと。これ一応4つ。ね、4つの法律を指してます。こちら。ね、でこれは やっぱり三角飛ばしていいです。やらなくていい。ですね。これ結構専門性高いです。で、実際ここまでね、今までずっとね、左からこう見てきてね、<laughs> ずっとこうやるわけですよ。で、来て、ここまで最後びっちりできる人、まずいません、ね。もちろん皆さんの中でね、皆さんの中でこの辺ね、仕事等の関係で専門知識あるよ、予備知識あるよって方はやっていただいて構いません。でも、そうじゃない方は手をつけないでください。4つとも。 4つとも。ね。これは飛ばしていいです。カットしていい。出てもこんな感じなんですよ。大体出るとしたらこの等身法ですね。下から2段目の。これが大体メインですけど。ね。こんな形で。で、下のこれね、検証法については全然出てないという。こんな感じなんで。ね。これ非常に専門性高いところなんで。皆さんが鑑定士になられた後はね、これ役立ちます。お仕事等でね。逆に言うと必要になってくる法律かと思いますけども。でも当面はね、とにかく担当に早く受かるっていうのが優先ね。これ、優先ですから。 ですからそういう試験対策いいいう観点からいけば切っっちゃってでいいです4つですつねそうするとこの三角ね基本的に飛ばしていいよ切っちゃっていいよっていうのが三角がここの1つとあと左の2つねで土地収容法不動産登記法そして右側の、ね、不動産証券化関連法令この3つは私裏三兄弟裏三兄弟って私これ私が付けたネーミングなんですけど読んでます。で裏三兄弟基本的にやんなくていいよね これ担当合格コースの、ね、受講する皆さんにももいつもそう言ってます、ね、ですから特集の皆さんにおかれましてもねあこの裏三兄弟やんなくていいんだな、ね、そういうふうにあのぜひね,あのねあの、まあ、対応して、ね、ください,い,いです、ねあの。気をつけてほしいのはねやっぱりメリハリつけてほしいんですよ。特にこの行政法規数が多いです。だから取るべき法律は取るで逆に切るべき法律はスパッと切り捨ててほしいと。 このメリハリハでききる人は受かってきます短期で受かっていくこれができない人ズル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 引きずる人は受からないいいですねこれやっぱりね鑑定士の場合ね次の論文もそうなんですよ論文になると一気に4科目に増えるでしょう当然ペンを走らせて答案書かなきゃいけないその時にあれもこれもってやってる人は受かんないですねやっぱり出るところをしっかりやって、ね、出ないところが出、ね、そうえないところはスパッと切る、ね、そういうメリハリがつけられる人がやっぱり短期で受かっていかれてますんでぜひ担当にお,おきましたので、ね。 これはぜひメリハリをつける特に行政法規そうです。取るべき法律と切り捨てるべき法律ね。これしっかりメリハリはつけてきます。よしですね。じゃちょっと一息入れます。